さあ、じゃあ準備ができました。いただきます。いただきます。ルーだけ、ルーだけです、ね、ルーだけ、はい、米が取れなかったもんで、米が取れない、はい、こっち、うまい、うまいんですけど、私このクレーンゲーム食堂カレー食べたんですけど、うん、むちゃくちゃうまいです。うん、甘口。あ、サンマのかば焼き、はい、どう、サンマさんは。あ、サンマさんというか、まあサンマかば焼き、はい、ね、期待通りの味ですね。思った通り、いつも食べてる、はい、いつも食べてるやつです、はい、でも美味しいですね、これね、私ね、うん、実は、あの、撮る時に、うん、3回ぐらいなんかこう手前に頑張ってやって、うんうん、最後、ファイナルアタックで撮ったんです。おすごくないですか、これね、そうです、うん、あの技術を活かして、五十嵐さんの技、ちゃんと教わったのができた。そう、知らなかったら絶対あと400円ぐらいかかってたんですよ。あ、じゃあめっちゃ生きてる。一発ファイナルアタックで、おー、すげえ、仕留めました。ファイナルアタックってちゃんと叫んでくんないと。え、言いましたよ。あ、そう、言ったんだ、はい、じゃあ俺、夢中すぎた、俺自分のに夢中すぎた。言ったわ、言ったんだ。言いましたよ。すげえ。もう周りの声が聞こえないぐらい無音で集中したから、ね、ゾーンみたいな。撮った時、おっしゃーって言ってた。言ってた、言ってた。響きは出てました。おたけびが。すごかった。うまですね。うん。うん、本当じゃん。いや、その、見せましたね。ノリノリちゃん食べて、ノリノリちゃん食べて。あ、ノリノリちゃん、それ。よかったですね。ノリノリちゃん食べて。これなんすか？これあの、ノリノリちゃん、うん、そう、ノリ、まあ、なんかいただきますね、うん、ノリの間にね、なんかココナッツが挟まってる、うん、奇妙な食べ物。あー、うん、あの、うん、あー、すごいですね。これは、ね、個性的な味です。あ、じゃあ、はい、ほらほら、キャラメルコーンのレモンスカッシュ味も食べる、はい、聞いたことないんですよ、全部。よかったじゃん。どういうことですか、その多分な、期間限定で出てたやつとかが多い。あー、なるほど。で、ほら、そのもったいないキャッチャーで賞味期限が切れてるけど、うん、食べられるやつを、はい、あー、消費期限はまだみたいな。そうだ、食品ロスをキャラメルコーンのレモンスカッシュ、うん、いただきます。あ、でも匂いとか全然レモンの匂いしないですね。うん、いいよ、別にそこで食レポ求めてないからね、思いました、うん、あと、めちゃめちゃレモンでした。あ、そう。すごいっすね。ふーん、ふーん、ふーん、え、これ、ありがとうございます。はい、それでお腹満たして。これずっとくんすか、僕。だから、ここに、あ、まだサンマ、サンマ食べてないから。じゃあ、サンマ食べた後ぐらい、ね、うん、ああ、サンマ食べた後に、うん、じゃあ、俺もリンド食べようかな、うめー、食後のデザート。いいですね。うん、200円したリンド。それが美味しいんですか。これ美味しいのよ。それめっちゃ美味しいのよ、うん、ね、コストココーナーね。うん、これ、うん、どうですか、リンド。いちご味、いちご味食べたことなかった。いちご味ですか。え、結構いいな、いろんな、いろんなパターンあるじゃん。え、リンドだから、それいちご味。食べます、食べます、うん、カレーも食べ終わっちゃった。